これより第4クォーターに入ります。クラブベアーズ相手陣15ヤードからセカンドダウン4の状況で再開となります。これはクラブアイランズナイスディフェンス。クォーターバック8番、外に展開したレシーバーにめがけてパスを投じ、そこからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、しかしここにクラブアイランズディフェンス陣殺到しまして、このプレーを阻止しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。さあ試合再開となります。クラブベアーズサードダウン6、パス不成功。クォーターバック8番、失礼しました6番でしょうか、右スプリントアウトからカウンター気味にカムバックのパスを投じました。しかしディフェンスのプレッシャーありまして、このパスコントロール乱れフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン6、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス34ヤード、このキック失敗となりまして、結果的にクラブベアーズ無得点という形になります。4回目の攻撃失敗という形で攻守交代になります。攻撃権変わりましてクラブアイランズに変わります。さあしのぎましてクラブアイランズ反撃に入ります。ボールオン自陣20ヤードからクラブアイランズファーストダウン10、まずアイランズはランプレーからハイランとランニングバックにトスをしました。しかしそのプレーに対してクラブベアーズ66番が殺到、このランをロスタックルしまして約3ヤードロスに変えています。見事なタックルを披露しましたのはクラブベアーズ66番の斉藤です。立命館大学出身。クラブアイランズセカンドダウン13、キュービーサイ、ここでクォーターバックはパスを投じようと下がりました。しかしそこにベアーズディフェンスライン陣が殺到、最終的にこのクォーターバックをキュービーサイ、パスを投じる前に仕留めまして、このプレーをさらにロスさせる形に成功させております。見事 QB サックを果たしましたのは75番と43番のようです。43番は松井、神戸学院大学出身。75番は、失礼しました、番号の方の確認が誤っておりましたでしょうか、後ほど確認させていただきます。
さあここでランプレーを投入しましたクラブアイランズ、キャリアは44番の、選手になっております。左オープンから縦に切り上がりまして大きく陣地挽回を図らんというところでしたが、しかしわずかに、失礼しました、約9ヤードを獲得しましたがフォースダウンに変わっております。キャリアは44番の堀田でした。このパントは絶妙のバウンドによりまして相手陣奥深くに転がりましてクラブベアーズ陣36ヤードの地点で攻守交代となります。攻撃権変わりましてクラブベアーズに攻撃権変わります。クラブアイランズ、惜しくも前進を図る形にはなりませんでしたが、しかし陣地挽回を図りまして相手陣にボールを押し返した形に成功しております。クラブベアーズ自陣36ヤードからファーストダウンテン。ナイスラン、ファーストダウン。ここでまずランプレーから入りましたクラブベアーズ。ランニングバック33番ハンドオフから左オープンに展開、相手のディフェンスを見計らいまして一気に攻撃権更新を果たしております。クラブベアーズファーストダウン。見事なランを披露しましたのはクラブアイランクラブベアーズ33番の中野です。大阪芸術大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズファーストダウンテン、ボールオンは相手陣49ヤード。パス不成功の判定となっております。クラブベアーズ今度は外にいたレシーバーにパスを投じましたがレシーバーこれをキャッチミスしましてパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウンテン。パス成功、ファースター。クォーターバックプレッシャーを感じながら右に展開していた14番にパス。14番このパスをキャッチしましてそこからキャッチアンドラン、見事攻撃権更新としました。クラブベアーズファースター。巧みなパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷、これを取りましたのは14番の佐藤でした。14番佐藤は関西学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズファーストダウンテン。ナイスゲーム、ファーストダウン。今度は12番にパスを投じました。そこからキャッチアンドラン。12番ディフェンスは群がりましたがこれをタック自ら弾き飛ばしまして見事攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファースター。タフな攻撃権更新を見せましたのは12番の小田でした。京都産業大学出身のプレー、京都産業大学附属高校出身のプレイヤーです。成功、再びパスプレーです。右に展開しておりましたワイドレシーバー25番にパスを通しまして約6ヤードから7ヤードのゲインとなっています。キャッチしましたのは25番の西村でした。大阪学院大学出身のプレイヤーです。
パス不成功、ナイスパスカット。ここで一気にタッチアウトになりました。奥に走り込んだレシーバーにパスを投じ、一旦はレシーバーこれをキャッチしかけましたが、これをクラブアイランズ4番パスをキャッチするやいなや叩き出しまして不成功に変えております。ギリギリのタイミング見事にパスカットしましたな、クラブアイランズ4番の私の後輩でもあります、先月ながら叫ばせていただきましょう、姫路特教大学出身毛利です。チームのキャプテン代表でもあります。さあここで中央へのランプレー、密集点をランプレー突入させまして、クラブベアーズこの状況を打開しまして攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファスター、一旦はアイランズこの攻撃断ち切りかけんというところでしたが、しかしこれをベアーズランプレーで突破しまして、ファーストダウン2ゴールの状況を獲得しました。ボールオン相手陣6ヤードからクラブベアーズファーストダウン2ゴールに入ります。この4回の攻撃権でエンドゾーンを狙います。さあまず中央へのランプレー、キャリア45番密集点突破を図りましたが、しかしこれはアイランズ食い止めます。ゲイン1ヤードにとどめましてセカンドダウンに変えます。クラブベアーズセカンドダウン2号、パス成功、タッチダウン。ここでクラブベアーズはパスプレーによってエンドゾーンを落とし入れました。中央を切り込んできたレシーバーこれを見事にキャッチしましてタッチダウン。クラブベアーズ6点獲得となっております。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。ここでイエローフラグ反則が発生しております。反則の結果、この、状況から、トライフォーポイントそのものが、失敗という形に終わりまして、結果的に、クラブベアーズが、20点、クラブアイランズ6点という形に終わっております。しかしクラブベアーズこの状況、鮮やかなパス攻撃によりまして最終タッチダウンという形で、さらなる加点を上げる形に成功いたしました。見事キャッチ果たしましたのは12番の小田でした。このキックオフリターンのタイミングがずれまして、リターナー81番なんとかこれをリカバーしようとしましたが、しかし結果的には自陣深い位置からの攻撃という形に変わります。
現在 YouTube 電波状況が芳しくないのか、非常に動画が停止している状態が見受けられます。誠に申し訳なくございます、思います。後ほどこれらは、動画の方現在保管しております画像データありますので、こちらの方を再編集しまして、後ほど私のブログの方で投稿させていただきたいと思いますので、何卒ご了承よろしくお願い申し上げます。さあ、クラブアイランズ自陣6ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。さあ、パスプレーによってまず外へ振りました。ワイドレシーバー10番にパスを通しまして、そこからキャッチアンドランを展開します。しかしこれはディフェンスのカバーよく、ノーゲインという形に終わっております。セカンドダウンに変わります。キャッチしましたのは10番の北川でした。関西学院高等部出身のプレイヤーです。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。2ミニッツウォーニング解けまして、試合再開となります。クラブアイランズセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック6番、右に展開していたレシーバーにパスを投じましたが、しかしコントロール定まらず、パス不成功に終わっています。ダウン変わりまして、サードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン10。パス不成功。ここで左に展開していたレシーバーにパスを投じましたが、しかしコミュニケーションミス。パスコース定まらず、パス、コミュニケーション合わず、フォースダウンに変わります。ここで、アイランズが後半2回目のタイムアウトを取りました。
タイムアウトを解けまして試合再開です。クラブアイランズフォースダウン、プレーを行います。フォースダウンギャンブル、クォーターバック44番、自らキープしまして攻撃更新を図りました。しかし突破ならず、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。攻撃権に変わりましてクラブベアーズに変わります。ここでクォーターバックに入りました44番、堀田、その足でなんとか状況を図りたいというところでしたが、しかしこれは叶いませんでした。攻撃権変わりましてクラブベアーズに攻撃権変わります。クラブベアーズ相手陣10ヤード付近からのファーストダウンテン、パス不成功。ここで中央に切れ込んできたレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスは不成功に終わっております。クラブベアーズセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウンテン、成功、タッチダウン。ここでクラブベアーズクォーターバック中央に切れ込んだレシーバーにパス、これをレシーバー倒れ込みながら見事、エンドゾーン内でキャッチしましてタッチダウンを上げ、クラブベアーズ6点追加となっております。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに移ります。このキック決まりまして1点追加、クラブベアーズ27点、クラブアイランズ6点という形でスコア変わっております。ここは見事にキャッチを決めましたのは97番のプレイヤーでした。見事なタッチダウンパスキャッチでした。97番シラスのタッチダウンでした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。エイジ50クォーターバックの杉谷が、53歳ですので100オーバータッチダウンという形になります。その得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。クラブアイランズリターンに入ります。これはクラブベアーズ素晴らしい対応をしましてこのリターン阻止し、クラブアイランズは自陣22ヤード付近からの攻撃と変わります。クラブアイランズファーストダウンテン、インターセプト、ターンオーバー。ここでクラブアイランズロングパスにより一気に攻撃権更新を図らんというところでしたが、しかしそのパスを取りましたのはクラブベアーズの選手です。従いましてここで攻守交代、ターンオーバーによりましてクラブベアーズに攻撃権移ります。
クラブベアーズ相手陣40ヤードからのファーストダウン10。ここでクラブベアーズランプレーにより一発でタッチダウンを奪う形に成功しました。何枠45番ハンドオフを受けまして左を2タックル独走、タックル受けましたがそれを見事に振り払い一気にエンドゾーンを陥れました。タッチダウン、クラブベアーズこのランによりまして6点さらに追加となっております。そしてトライフォーポイントも決めまして1点追加、クラブベアーズ34点、クラブアイランズ6点という形にスコア変わっております。実に鮮やかなランでした。一瞬でオフェンスラインの隙間をすり抜けまして相手タックルをそのまま振り切り一気にエンドゾーンを陥れる見事なタッチダウンランでした。素晴らしいラン決めましたのは45番川端でした。北大津高校出身のプレイヤーです。目覚ましいクラブベアーズの攻撃展開しておりますが残念ながら YouTube の配信状況の改善はまだ見えないようです。誠に残念かつ恐縮に思います。できるだけ速やかにこちらの試合の方は後ほど投稿させていただきたいと思います。クラブベアーズのキックオフで試合再開となります。さあクラブアイランズリターンに入りますが、キャッチした地点サイドライン近くということで、自陣20ヤード付近からの攻撃と変わります。クラブベアーズ自陣20ヤードからファーストダウン10。QB サック。まずアイランズパスを投じんとクォーターバック6番下がりました。しかしその動いている最中に振り向きざまにディフェンス殺到しまして QB サック、パスを投じる前にしとめまして大きなロスに変えております。クラブアイランズセカンドダウン20の状況です。インターセプトです。ここでロングパスを投じましたがしかしそのパスはクラブベアーズ取りまして攻守交代という形になりました。ここで試合時間なくなりました。試合終了となりましてクラブベアーズ35点、クラブアイランズ6点、クラブベアーズの勝利という形でこの試合終わる形になりました。クラブベアーズ連勝という形になります。しかしクラブアイランズ非常に素晴らしい戦いを見せてくれました。序盤から厳しい状況ながらしかしタッチダウン取り返し途中までは互角の戦い演じておりました。素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。
ベアーズ、この試合を見事に勝利しまして、さらに優勝に向けての一歩を踏んでおります。このまま一気に X2 昇格目指さんというクラブベアーズ、素晴らしい戦いでした。本日はネット回線の、が芳しくない状況続きまして、配信途切れた形になっており、誠に残念に思います。後ほどこちらの方は再編集しまして、投稿させていただきたいと思います。何卒ご了承よろしくお願い申し上げます。かつてこの競技を題材にした物語がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはブドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者がつくつくかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さてこの試合は果たしてその物語の何ページ目にあった物語でしょうか。そのストーリーの続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。また本日はそのネット回線の都合とはいえ、なかなかその試合、はかどらない形の配信になりました。誠に残念に思いますが、後ほどこちらの方は私のブログの方で、再編集したものを投稿させていただきます。それをお待ちいただきたいと思います。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボールの協会の許可を得まして実現いたしました。この配信は X2、XE 合同企画がありましたおかげでこの配信実現しております。これからもこの企画のご協力ご協賛をよろしくお願いしたいと思います。その配信実施いたしましたのは私道楽エルチアでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。